あ、もう座ったもんね。私は高校で非常勤講師で技術を教えている人間なんですけども、もともとどうしても教員になりたかった人間ではないので、ちょっとこう斜めから学校というのを見ているんですが、どこかの方みたいに学校がけしからんとか、学校無駄だとか言うつもりはないんです。すごく皆さん頑張っていると思うんですけども、ただ部活動の問題とか、ブラック校則とか、なんか生徒会とかですね、いろいろ疑問に思うことがある。で、世間の人たちもそれを昔から何かおかしいっていうふうに言っているのに、その問題が外の世界とつながらなくて、なかなか表出てこないし、解決がずっとされてないようなふうに見えるんですよ。これってどうして続いているのか、その構造というか、どうお考えになりますか。なるほど。ありがとうございます。いい質問ですね。やっぱり国会の中でそんなにやっぱ取り上げられてないのが一つ問題で、ブラック校則はですね、実は福岡の奥田文雄さんという校舎がまさにそれを何とかしたいということで今回手を挙げてくれたって、もう演説なんかでもしょっちゅう言ってますし、そうするとそれを聞きつけた大石明子さんがこの間国会で質問したりして、まあ、ようやくね、火がついてきましたけれども、まあ、こういうのはだから実は奥田さんから私も依頼を受けて、そのどういうふうにそれをねなくせるかっていうのは学校教育法に改正すればできるっていうことが分かりましたので、それはもう法律変えることですから国会でできるわけですね。なのでまあそういうやっぱり国会の中の話題に、一つしていくっていうことが一つだと思います。それとこれはね、島根県か鳥取県で、このテーマで、ね、ちょっと議論になったんですけど、もう文部科学省は意外と通達とか出してると、ところが現場の学校が全然それを守っていない。で、私も知ってる一番典型例はですね、主権者教育って言って、その授業で政治のことをね、もう今扱いましょうってどんどんなって、18歳選挙権もなったし、で、私もこれ知った時驚いたんですけど、授業で実際に出てる候補者で模擬討論をしてもいい。例えば福島県で今回ね、山形県で船山康江さんと今日自民党の人がこの2人の政策を並べてどっちがいいですかってやっていいって文科省言ってるんですよ。だけど全国の学校で一校もやってるとこありません。それはもう学校現場が勝手になんかもう教育はね、政治は教育授業でやっちゃいけないと思い込んでる、あるいは保護者も思い込んでるから、多分学校でそんな授業やった瞬間にもう先生のところに苦情が殺到していくみたいなね。だからやっぱり文科省が出してる通達を学校がちゃんとやれる体制を作んなきゃいけないとすると、実は地方議会とかね、そっちの責任なんじゃないかっていう議論になったんですよ。なのでちょっと私もまあ、どっちの面が、まあ、だからさっき言ったように法律で変えれる部分と、あとやっぱり地方自治体、まあ、教育委員会とかね、もう本当に頭が硬くて、私も岡山で県庁で働いてたんで、なんで教育委員会にこういう頭の硬い人がね集まるのかなと。なんか学校現場に行くと結構いい先生とかいて、なんかこう昔でいうと金八先生みたいな人がいて、でそういう人が教育委員会に上がってってね、なんかこう学校全体のことを見ればいいのに、金八先生みたいなのは絶対教育委員会に行かないわけですよ。で、なんかもう金八先生をなんか厳しく指導する教頭みたいな人がなんかこう教育委員会のところに行って偉くなったりすると。だからそこの仕組みを変えないとダメなのかなっていうのは私の思いですけど、どうですか。僕が見てて思うのは、優等生の人たちなんですよ、で勉強ができることはその教える側なのでそれは必要なんだけども、一方で日本的な学校教育の優等生なんですよね、波風を立てないんですよ。
先生が優等生、はい、優等生たちの世界なので波風を立てないのが美徳な部分が多分あるんですよ、うん、金髪先生みたいなのはいない います、あ、いる、いるけど圧倒的少数派で、いやいやそんなこと言ったら面倒くさいじゃんっていう雰囲気の中で多分黙らされちゃうし、うん、教育委員会でいろんなところに行ったとしてもその立場で、うん、もうあの安田さんの立場主義的にそこに収まっちゃうんだと思うんですよ、うん、よっぽど不良じゃないと、うん、そこは通せないと思うんですよ。でほとんどの人がやっぱりあのみんな不満を持ってるんですよ、うん、で教育委員会けしからんってみんな思ってるけど、うん、何もできずにいるっていうのがずっと続いてると思うんですよね、うん、なので僕は教員採用の仕組みにもかなり問題があるのかなと思って、うん、あの地域の優等生が地域の進学校に行って国立大学行って免許取って学校しか知らないで学校先生になるのは僕はちょっとやっぱりその率を減らさない、なるほどね、社会とつながらない、中途採用とかね、はい、民間企業で経験した人とかいいかもしれないですね、はい、それこそね政治家で落ちた人とかねそういうのもいいかもしれないですね、いろんな人生経験酸いも甘いも知ってる、あの知識が社会でそのまんまでは生きなかったけどこういうこともいろいろ加えていったら生きたっていうような、うん、まあ、挫折とその改善とかを経験した人、うん、なるほど、あとは、まあ、勉強できるんであれば、うん、とことんこう博士課程ぐらいまで行って変なことにニッチに詳しい人とかそういう人とかがこう交代部で学校行く人が高かったら、うん、勉強ってそのしなくちゃいけないんだって面白いから入れるようになるのかなとか、うん、その辺ちょっと考えて、わかりました、あの、まあ、いろんな、ね、人生経験豊富な人みたいなのを集めるで、まあ、給料も、ね、どうなんでしょうね、高いで、私はあのドイツにちょっと1年留学してたことがあるんですけど、ドイツって昔から先生が一番尊敬される仕事なんですよ。でもね、日本って残念ながらそうでもないじゃないですか。だから、まあ、なんか尊敬される仕事ってなると単に頭のいい優等生とかじゃなくて結構いろんな多種多様な人が先生を目指して入ってきて、で結果として教育がいいっていうのを、まあ、聞いたことがあって、なるほどなと思ったんですけど、そういう仕組みをね、やっぱり採用の仕組みを作っていく、まあね、でも先生を尊敬してくださいっていうのはこれなかなかねあの国が言ってもね、いくら政治家が言っても国民の皆さんが、ね、決めることなんで、まあちょっと時間かかりますけどね、でもやっぱ時間かけてでもやっぱ教育は国家100年の計とか言いますからね、やっぱりなんかちょっとこう見直す教育全体をね、国民の皆さん全員で教育を見直していこう、考えていこうってことをね、あのやんなきゃいけないと思います。あのいいご提案をありがとうございます。みんなに共有したいと思います。じゃあ他のテーマで全然今みたいな、なんていうか、いい意見じゃなくてもいいですよ。なんかつまんない質問とか全然 OK。はい、どうぞ。2つお聞きしたことがあるんですけど、はい、まず1つがちょっとあのお話によって
いやでもいいんです、ね、はい、45件目で初めて出ましたけど、分かりました。まず1番目 の、 公示日以降ですね、何ができるかっていうのはちょっともう月曜日ぐらいに、動画でアップしようと思ってますので、あ、はい、まあ、でも先ほどにして言う と、ですね、まずもう今貼ってあるポスターで、まあ、私のポスターとか、あと候補者のポスターは、これはもう剥がさないといけません。剥がさないとというか、選挙の時に認められて、証紙ってシールを貼ったポスターに貼り替えていただければ OK です。貼り替えない場合は剥がしてもらう必要があります。ただし、比例のポスターとか、あと、普通に普段から貼ってる消費税廃止のポスターとかです、ああいうポスターはそのまま貼っていただいて大丈夫です。ので候補者が載ってなければ大丈夫です。だ山本太郎さんが載ってても福岡、山形では出てないので、東京の人はあれ貼れないんですけど、東京以外の人はみんな山本太郎代表の顔のポスターを貼ることができます。はい、それからチラシについては、今いろいろ配っているチラシは全部配れなくなります。ただし、令和の今作って新しく作っているチラシがありまして、選挙中だけ作れるっていうチラ、配れるっていうチラシを今作ってますので、それは配れます。でポスティングもできます。街頭でも渡せますので、皆さんには基本的にはその令和のチラシを配っていただきたいなと。でもう一つ、候補者のチラシについては、候補者が来た時だけ、候補者が、まあ、候補者いなくてもいいですね、選挙カーが来た場合、それからもう一つちょっと複雑なのは表記っていうですね、1人の候補者につき6本までもらえる表記っていうの、その表記っていうのがあれば、その表記っていう旗の、まあ、周りで、候補者のチラシを配ることができる。それから表記の他に街宣車、まあ、街宣車は表記としてるのかな。なのでやっぱ表記、6本ある表記を持ってくれば、全国比例の候補者9人いますから、そのチラシが配れます。ただまあね、9人はいますけど全国散らばるので、なかなかその表記が山形に回ってくるかっていうのがあるんですけど、まあ、私は実は東北地方の皆さんにはちょっとお願いしたいと思ってて、東北で1本表記をお渡しするので、そこをまあ6件で、分担していただいて、私のチラシであれば、まあ、あと他の候補者はどうするかちょっと私今知らなくて、というざっくりの、そう、スタンディングは、まあ、ポスターをこう持ってるだけなら、これちょっとグレーなんですよ。なのでちょっとその動画にもちょっと上げるかどうか迷ってるんですけど、うん、証紙貼ってても、あ、証紙、あ、いやいや、証紙貼ってれば大丈夫、はい、で、なんかね、移動するのに貼ってるとダメっていうのか、車とかに、あと、そのこういう上りもダメですね。令和って書いてるのは、だからもうポスターかチラシ以外は、だから T シャツもダメです。ただ、令和は OK かな、ギリギリ。令だけなら、まあ、それちょっとね、結構グレーなんですよね。まあ、でも、まあ、やってて、なんか注意、いきなり捕まるってことはありませんから、いきなりなんか、警察に捕まるってことはないんで、まあ、警告っていうのが来ますので、警告を受けたらやめていただくと。いうくらいで考えていただければいいと思います、はい、それから2番目のご質問なんですが、これ結構ね、日本特有の現象と言われてまして、でも私も言われるまであんまり
意識してなかったんですけど、結構ね、減ってるんですね、中身がね。で、これはなぜかというと、日本の企業って値上げにすごく敏感というか、値上げをしたがらない。まあ、海外だと、もうその物価が、なんていうか、インフレになったら上げるっていうのは結構もう馴染んでて、というのはその、もう経済が成長して、デフレじゃなくて、常にこう何パーセントかずつインフレなんですね。そうすると、上がることにそんなに抵抗がなくて、物の値段が。でその代わり給料も上がってるんですよ。給料も上がってるから、例えば、もうあのニューヨーク、まあ、ニューヨークじゃなくても、なんかインドネシアとかで、お昼ご飯って今2000円ぐらいなんですよ、日本円で。日本だけですよ、こんな500円とかね、ずっともう30年ぐらい500円で、お昼の弁当500円で。もう30年ぐらいで、もういつの間にかインドネシアですら2000円ぐらいになってるんですね。だけど、給料も2000円分もらう分ぐらい増えてるので、全然気にならない。まあ、皆さんのね、お父さんお母さんぐらいの世代とか、まあ、本当に70、80ぐらいの方だと、当時ね、あのラーメン30円だったのが300円だったのかって普通にあった話で、まあ、それと同じことが世界で起こってるのに、日本だけ全く。で、これはやっぱり異常なことなんですよ。なんかね、物が安いままだといいじゃないかって思う人も多いんですけど、その分給与も上がってないってことなんで、異常なことなんで、だから、まあ、さっきの質問に答えると、物の値段ってもっと上げてもいいのに、上げるのにすごい抵抗があるから、だけど、その原材料とかが上がってるから、だから中身を減らすっていうね、そういう姑息な手に、出るわけですよね。もう実質値上げじゃないですか、中身減らすってことは。なので、で、質問に答えると、景気が良くなったらそういうことがなくなりますかっていうのはその通りだと。だから、景気が良くなれば、あのむしろ、なんていうか、中身をまずは中身を戻して値段はあんまり変えないっていうのが日本企業の特徴なので、だから景気の良し悪しによってやっぱり中身を増やしたり減らしたり、まあ、それがあんまりいいことだとは思いませんけど、まあ日本企業の特徴としてそういうふうにやっているっていうことなんで、はい、ということです。はい、じゃあ他に、はい、今の話につなげてなんですけど、はい、アメリカで景気が上がって今見てるんですか。はい、今アメリカはですね、もうコロナの頃からすごく積極財政をやりまして、まあ、まさに我々が訴えてる、まあ、消費税廃止まではやってないけど、まあ、でも消費税減税って世界80カ国ぐらいもやってるんですね、あのコロナになってから。でアメリカは消費税っていうよりは給付ですね、もう現金給付とかを3回出してますし、あとはそのもうどんどんお金吸って企業に回して、かなり企業を支援したんですね。でそのことによって景気がもうちょっと行き過ぎちゃって、過熱して、だから今日本が円安で苦しんでますけど、これアメリカがもうどんどん成長しちゃったから、日本が全く成長してないから円安になって、アメリカは景気が回復してる、はい、となると、さっきのステルス値上げのようなことがアメリカでもシュリンクフレッションというのが起きているようなので、 NHK で見たんですけど、うん、言うと景気が良くなればステルス値上げは収まるんだよって言っちゃうと、うんうんうん、上げ足を取られるんじゃないか。ああ、そう、なるほど。っていうことでちょっと詳しい意見ですね。なるほど、わかりました。ちょっとそこは私も勉強不足だったかもしれません。実際アメリカ景気がいいのにシュリンクフレッション起きてるじゃない、うんうん、なるほど、わかりました。ちょっとそこはじゃあ今後なんか公の場で言うときはちょっと注意したいと思います。ちょっと勉強しておきます。あと東大の経済学部を出られたということで、はい、ちょっとご教示いただきたいことがあるんですけど、はい、GDP のことが分かってなくて、はい、よく GDP がどうのこうのって各政党が、まあ、うちの政党がいいんだみたいな言うんですけど、 GDP ってのがそもそも何なのガラス、そう、何なのか、それはなんか通り一遍のことを言っても多分全然満足しそうもない。逆にどういう意味 A さん、B さん、C さんで商売をするとして、100万円で売りました、うん、100万円で売りました、100万円で売りました、うん、ただ、うん、この3人での GDP はいくらになるんですか。それは、
単純に足してますよね。300万。はい。を2ターンしたらいくらになるんですか。それも単純に600万にしてますよね。違う。だから、まあ、偽りといえば偽りです。実体経済とは違います。でコロナで GDP が下がった。でそれを うちの政党は上げますっていうんだったら、架空のターンをぐる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 やっちゃえば、GDP どんどん上がって、中国簡単に超えますみたいな、できるっちゃできるんですよ、ね。まあ、ただ、それをね、その、なんていうか、経済、ね、実際に会社とかが、政府や政党がそうやりたいと思って、それぞれの人にメリットがないからやんないじゃないですか、そういう架空のターンとか。だから結局、まあ、確かに例えば世界でなんか GDP 競争とかをやってて GDP で1位になったらなんか尊敬されるとかね、まあ、国連から賞金が出るとか言ったら国を挙げてそういうことをやるかもしれませんけど、別にそういう競争があるわけじゃないので、まあ、だから不正をやろうと思えばできちゃうけど誰も不正をやらないから、まあ実体経済に近いものになってるっていうのが多分、私もそんなに経済学部で大した勉強してないんですけど、そういうことかなと。GDP が高い国が発言力が多くあったりっていうのはないんですか？まあだからないことはないので、意図的に、まあ、中国共産党ぐらいだったらやれちゃうかもしれないですね。もう国家主導で、とりあえず GDP をアメリカより追い抜こうと言って、そういう架空の経済を回す手法を、まあ、確かにできるでしょうね。ただまあ、やってればバレれる気もするんで。中抜きどうのこうのって言われてるじゃないですか。あそこの団体にもう 2,3 人しかいないのに何千億円か渡して、それって架空の流れを作って GDP は上がってますよね。まあ、ただそれをだからね、国家的にいろんなところでやってたら結構大きな数字として上がりますけど、まあ今やってる架空の中抜きっていうのは別に多分 GDP を上げるためにやってるんじゃなくて、まあ本当にその人が中抜きで儲けようとか、してまあ儲けようっていうかあれですね、その名前が出ちゃいけないところを、例えば電通がね、経済産業省から給付金の発注を直接もらうと電通がすごく目立つから別なところをかませてでやってたみたいな話で、目的が多分違うと思うんですよ。 GDP をかさ上げしようと思ってやってるわけじゃないので、そんなに数も多くないし、だけど本当に GDP をかさ上げしようと思って組織的にみんながやり出せばそれはできちゃって、だけどそれは多分組織的にやってれば世界中の人があれ日本なんでそんなバカなことやってるのって言って叩かれて、じゃあ日本の GDP ってちょっと水増しだねみたいな話になると思うので、まあそんなに心配しなくてもいいかな。はい、すいません、ちょっとかなり詳しい議論でちょっとついてこれなかった方も多いんじゃないかと思うんですけど、じゃあ他の話題、じゃあどうぞ。私は山裾で田んぼ中作ったりしてるんですけども、そちらの方へのメドリーはほとんど令和についてもない、まあ、食料というようなことを、食料自給とかそういう改革的な、ね、方針というのは出していらっしゃいますけど、具体的にそこの地方ので行われている農業、そういうものに対するメドリーは、まあ、人手足りないし、そういうことに興味がある方もまだいないということなんでしょうけど、これからは絶対必要だというふうに思います。で、その際、今してほしくないのはですね、今の農業って都心を支えてるんですよ。本当に、これはね、田んぼの堰、水を貯めておく、貯めですね、そこの草刈りに集まりました、地域の農家、17人ほど。平均年齢70以上ですね。でも、そういう人たちが頑張ってるから、今田んぼが守られてる。そこはね、現実としてよく見なきゃいけないし、その人たちが今そこに住んでるということは、その子供たちや孫たちも住んでるんですよ。ということは、その人のとその人の奥さんの医療だけの問題じゃないし、多くの給
今日抱えている問題じゃないかなというふうに思います。まあ都会から比べても、ね、小さいですけど、確かに日本のそういう水源を守っているというのは素晴らしい力だと思うので、そこへの視点を持っていただきたいなということと、それからもう一つはね、別の面から見るとその人たちはほとんどみんな国民年金で暮らしてるんですね。で、なぜ70過ぎ80で国民年金で暮らせるかというと、まあ、家を持ってる、土地を持ってるということがありますけど、もう一つは農業をやってるか、農業の収入が細々にね、月10万とか年間にして30万とか50万でもあるから暮らしてるんです。だからそういうふうにして暮らしてるので、今年金が下がってきてもまあそんなにね慌てふたまたまいかずに暮らしているっていう、つまり兼業農家であるいは年寄りのじいちゃんばあちゃんの農業でやってることで、どうにかする参加日の高齢者の生活が成り立っている、そういうような、そんなことも含めてね、もう少しこうそういう人たちの現実をたくさん見ていただきたいな、そのためにも地方からたくさんの方が聞いていることは大切だなと思いました。はい、ありがとうございます。すごく本質的な話をいただきました。私はですね、17年岡山で選挙をずっとやってたので、幸いなことにというか、岡山って、まあ、岡山市の中心部とあとかなり山間地、中山間地も選挙区だったものですから、やっぱり中山間地の方行くとですね、本当にその農業の高齢化のもう 70でも若い頃ですよね。そもそも日本全国の確か農業就業者がもう平均年齢66歳とかかな。で、私が行ったすっごい山奥の田んぼをもう90歳と93歳の夫婦がもうやってるんですよ、現実に。で、元気なんですよね。だから農業やってる人って本当に元気だなとつくづく思いましたけど、まあでもそうは言ってもね、もうその何年もその100歳以上まで生きるわけじゃない、まあ、生きたとしても農業をねできるわけじゃないでしょうから、まあ、やっぱりでそういうのはやっぱり自分で目の当たりにしてるので、すごく今の話は切実感を持てるんですけど、やっぱり最近ね、都市型 都会の国会議員が多くなってくると、やっぱりそんなね、だんだん畑で90歳の人が畑耕してるなんて、もうドラマの世界っていうか、昔話の世界みたいにしか思えなくて、やっぱりこう、ピンとこないんじゃないかなと思うんで、そういう意味でやっぱり、地方のそういうね、選挙区を歩くってこと、すごい大事だし、まあ、令和は確かにちょっと都市型の政党で、ただ、田谷さんがね、千葉は結構農業地帯で、農家のそういう話も見てるので、まあ、でも高谷さん一人で頼ってちゃダメなので、やっぱり今後ね、ぜひこの令和の数を増やしていくときに、そういう地方のそういう農産層のね、実態をちゃんと見てる人を増やしていかなきゃいけない。あと、国会議員にできなければね、やっぱりそれに代わる、まあ、地方議員も一つでしょうし、あとはもう一つは、やっぱりその農業分野の私たちそのブレーンみたいな人がいないんですよ。これ農業に限らず、医療とかもそうだし、いくつかの分野で、まあ、我々は経済政策ですね。